ギターは弦楽器の一種でフレットのついた四番6本の弦を備え指やピックで弾いたり書き下ろすことで演奏するものである弦楽器の中のリュート族に分類されるまた弦を弾くことにより演奏する発弦楽器に分類されるクラシック音楽フラメンコフォルクローレジャズロックポピュラー音楽など幅広いジャンルで用いられる ギターの演奏者をギタリストという。ギターはおそらく、スペイン起源の楽器であり、ヨーロッパ中世後期の楽器であるギターララティーナを元にして、16世紀初期に派生したものである。初期のギターは、現代のギターと比べてもっと細身で、厚みがあり、くびれの程度も少なかった。そしてギターは、ビュエラという、スペインで、リュートの代わりに演奏されていた。 ギターに似た形の楽器と、緊密な関係がある。もともとは、ギターは4組の弦を持ち、そのうち3組が2本で、残りが1本の弦だった。そしてバイオリンのような糸巻きを備え、つまり、直接ペグの棒に弦を巻き付けていた。共鳴板には、サウンドホールという丸い穴が開けられ、しばしば周囲が木彫りで装飾された。16世紀のギターは、格弦が、 CFAD に調律された。なおこれは、リュートやビューエラの真ん中の4弦の調律と同じである。16世紀から19世紀にかけて、ギターにいくつかの変化が生じた。1600年の前に5組目の弦が加えられ、さらに18世紀の終わり頃には6組目の弦が加えられた。この弦の増加は音域を広げることにつながった。 またこの頃、弦に巻弦が採用されることで強度が上がり、これを受けて復元から単弦への移行が起きた。こうして1800年以前に日本組の弦が、シングルの弦へと置き換えられ EADGBE という調律がされるようになった。こうして、この時期、おそらく、フランスか、イタリアにおいて、現在使われている6単弦のギターが誕生した。 これによりギターの出せる音域が拡大し、楽器として広く利用されるようになった。バイオリンに似た糸巻きは1600年頃に、わずかに後ろに傾いたヘッドの後ろに、ペグが配置される形になった。19世紀に、単純なペグの代わりに、金属製のネジが用いられるようになった。初期のギターではシバンにガットを巻いて結んだフレットで、あったが、18世紀にシバンに、 あらかじめ造毛や金属を組み込んだフレットへと変更された。指板は最初はボディに接するところで終わり、造毛や金属のフレットは初期には共鳴板の表面にも直接配置された。19世紀に指板がわずかに高くなるように変更され、そして指板は共鳴板の上へ伸び、サウンドホールの円まで延長された。19世紀後半に入ると、 スペインの名工であるアントニオ・デ・トーレスによってボディや丸みの大型化や弦の 65cm への延長がなされ音質と音量が大きく改善した。彼の改良によりクラシックギターの基本的な形状はほぼ完成した。一方、アメリカに伝わったギターは19世紀中頃に在来のバンジョーの影響を受けて弦が従来のガットから金属弦へと変化した。 この変化により、大音量の出せるようになったギターはバンジョーに変わって、アメリカで人気のある楽器となったが、さらなる大音量化が求められて、手術の試行錯誤が行われ、1920年代には、ボディに金属の共鳴器を取り付けた、リゾネーターギターが開発された。蒸気のようにアコースティックギターは発展していったが、構造的に、大音量化の限界に直面していた。 この解決策としてアンプによって音量を増幅させることが考案され1930年代初頭にエレクトリックギターが発明され普及していった当初のエレクトリックギターは通常のギターと同じく内部に空洞のあるものであったが構造的にハウリングを起こしやすかったため1950年には内部の空洞をなくしたソリッドギターが発売され 以後エレクトリックギターの主流はこのタイプのものとなった。大分類としては弦の振動及びその音を空洞のあるボディで増幅させるアコースティックギターと弦の振動をピックアップで微弱な電気信号として取り出し、それを増幅回路で電気的に増幅させるエレクトリックギターの2種に分類される。アコースティックギターアコースティックギターは 主に使用する音楽によって才が存在し、クラシックを中心に様々な音楽に使用される、クラシックギター、フラメンコの使用に特化した、フラメンコギター、フォークソングロックポップスなど、ポピュラー音楽の演奏に主に用いられるスティール弦、アコースティックギターなどに分類される。このか、ボディに金属の共鳴器を取り付けた、リゾネーターギターや、 アコースティックギターにピックアップを追加して電気信号を取り出せるようにしたエレクトリックアコースティックギターなども存在するアコースティックギターは略称で俗にアコギとも呼ばれるアコースティックギターという言葉はエレクトリックギターの登場後に電気的な増幅ではなくボディの共鳴によって音を増幅するギターを音響学的なギターと呼んで区別した言葉である語義的には 上記の通りクラシックギターなども含まれるが、日本においては、アコースティックギター、アコギといった場合は、スティール弦アコースティックギターを指すことが多い。エレクトリックギターエレクトリックギターは、その構造によって、ボディ内部が完全に中空となっている、フルアコースティックギター。フルアコースティックギターに比べると、ボディが薄く、空洞も小さくなっているセミアコースティックギター。 ボディ内部に空洞が存在しない、ソリッドギターの3種類に分類される。ソリッドギターの一部が、セミソリッドギターに分類されることもある。エレクトリックギターは、エレキギター、さらにその略称として、エレキとも呼ばれる。一般的なギターは6本の弦を持つが、以下のような弦の数を増やしたギターも存在する。 一般的なギターより音域を高く、あるいは低くチューニングするギターも存在する。フレットのついた指板と6本の弦を備え、銅を備える。アコースティックギターのボディは空洞になっており、共鳴した音を出す、サウンドホールが開けられている。エレクトリックギターのボディは空洞になっているものと、空洞のないものの両方が存在する。弦の端は、ボディ側は、マが、 ネック側にはナットが支え、演奏者によって弦が引かれると、ブリッジとナットの間で弦が振動する。アコースティックギターでは、その振動が、ブリッジやナット経由で、ボディに伝わり、ボディ全体が振動し、弦とボディの振動で生まれた音を空洞で、共鳴させることで音を出す。エレクトリックギターでは、鉄製の弦の振動による磁界の変動を、ピックアップによって、 電気信号として取り出す。ヘッドには、各弦の張力を調整をし、各弦から出る、音のピッチを調整するための糸巻きがある。6本の弦は太さが異なり、演奏時にギターを持った時の上側が一番太く、下に向かって順に細くなるように配置する。ギターの弦の本数は6本のものが主流であるが、他に4弦マイナス5弦、7弦10弦のギター。 12弦ギター、18弦ギターなども存在する。また、ベースギターは4弦のものが主流であるが、5弦、6弦のものも広く使われ、1弦マイナス3弦、7弦マイナス10弦、12弦ベースなども存在する。弦の素材は、金属、ナイロンなどが使われている。弦の太さは、ゲージ番号で表現し、通常、他人は省略される。1本ずつ、 あるいは六本セットなどで販売されており、セットの場合、一番細い弦と一番太い弦の数字のみをつなげて、数字四桁で呼ぶ。弦の種類、材質や太さは、ギターの音色に大きく影響し、それぞれ独特の響きを持ち、ギターの音色や、双方のバリエーションを豊かで美しいものにしている。クラシックギターでは、高音側に、 ナイロン弦と呼ばれる柔らかい弦を用い、低音側では細いナイロンの束を芯に金属線を巻き付けた弦を用いる。かつては羊の蝶などから作られたガット弦が用いられていたことからクラシックギターはガットギターと称された。第二次大戦後、繊細に疲弊したヨーロッパにおいてガット弦の製造が減少し入手が困難となった。 それを補うためにナイロン弦が開発されアンドレス・セゴビアが使用したため広く使用されるようになった。現在ではナイロン、フロロカーボンなどの化学合成繊維が主流であるが近年ではガット弦の魅力も再評価され始めている。スティール弦アコースティックギターはその名の通りスティール弦と呼ばれる金属製の弦を使用する。またエレクトリックギターもほとんどが スティール弦を使用し、鉄製の弦の振動による次回の変化を信号として取り出している。スティール弦の新線には、弾性を備えた、鋼鉄線が使用される。高音側の細い弦は新線のみの一本の針金状であるが、低音側の弦は新線に、金属線を巻き付けたものを使用する。巻きつける、金属線には、鉄、ニッケル、ステンレス、ブロンズ、 ボスファーブロンズなどが用いられる。スティール弦アコースティックギターでは3弦から6弦が巻き弦のもの、エレクトリックギターでは4弦から6弦が巻き弦のものを使用するのが一般的である。弦は太いほど音も太く迫力があるものになるが、大弦に必要な力も大きくなり、チョーキングの難度も上がる。一般的に、スティール弦アコースティックギターでは、ライトゲージや、 ミディアムゲージを使うプレイヤーが多い。エレクトリックギターでは、ライトゲージ、スーパーライトゲージ、エキストラライトゲージが一般に多く使われる。しかし、音の迫力を求めてより太い弦を使用するプレイヤーも多く存在する。コーティング弦スティール弦の弦表面にエナメルやテフロンなどの薄い膜をコーティングした弦で、 サビや腐食に強く、通常の弦よりも丈夫で長持ちする。手に汗をかきやすい演奏者や、頻繁に弦交換をしたくない演奏者に好まれる。価格は、通常の弦よりも高額である。角弦のチューニングも様々なものが使われている。通常は、低音側の弦から、e、EADGBE とする、スタンダードチューニングが一般的である。このチューニング方法は、 レギュラーチューニングとも呼ばれる。これは多くの曲に対応できて数多くのコードや音階などを弾く場合のチューニングとして定着している。以下に挙げるような特殊なチューニングは変速チューニングと呼ばれることが多い。オープンチューニング系すべての弦を開放弦で弾いた時あるコードの音が出るチューニングをオープンチューニングと呼ぶ。例えばオープン G チューニングとは すべての弦を開放弦で弾くと G のコードとなるチューニングである。いずれもロック、ブルース、フォーク系で使われることが多い。特にスライドギターでは使用例が多い。ダウンチューニング系ドロップチューニング系その他のチューニング、その他各コードに合わせたチューニングやそれらを組み合わせたバリエーションもあり、独自のチューニングを用いて演奏するミュージシャンも少なくない。 スラックキーギターでは、ミュージシャンごとにチューニングが違うと言われるほどである。またスティールギターでは、調和音ではないアム、エンや C6 などのオープンチューニングも多い。レキントギターは本来スペイン語のキントから造語されたもの。つまり5度の意味で、普通のギターより、完全5度上の BEADFB に、長弦される。ただし、日本に伝わった頃このギターに貼る弦がなく、 太い弦では切れやすいため、完全4度上の ADGCEA に、調弦された。主な演奏者は、ロス・インディオス・タバハラス、トリオ・ロス・パンチョスのアルフレード・ヒルである。ギタレレは普通のギターの完全4度上の ADGCEA で調弦される。テナーギターと呼ばれるものもあり、これは一般に、CGDA で調弦される4弦のギターで。 多様な変速チューニングに対応できることから1960年代のフォークシーンで愛用された。151回、オンラインは GDGD が基本だが、和楽器の要素も持つため FCFC FC など、原動詞の度数さえ守られていれば多様なチューニングが可能。4度高いチューニングが基本となる創生も同様。19世紀末に考案され、 コントラバスのチューニングと同一のキタローネが1920年代のマンドリンオーケストラで活躍したものの音量の少なさ、楽器の調達難、奏者の確保難などの理由により、やがてコントラバスで代用されていく。アルチキタルラはマンドローネと同じく ADGC に長弦され、これもマンドリンオーケストラ用に開発された楽器だが、現在では 奏者がほとんど見つからない。鏡の国のギターは、大阪芸術大学准教授の中野慶によって、発明されたギターで2015年11月に、モスクワのドムカルチャーセンターで、世界上演された。完全5度を基本とした EBGDA、E に調言される。左利きギタリストのために、右利き用の通常のギターを活用してもらえるような、 発明で通常と左右逆向きに構えて演奏される。製作における技術上、構造上の問題から、各音程について理想とするものから周波数がずれる場合があり、厳密な意味では最適なチューニングは難しい。通常は開放弦の音でチューニングされるが、弦を抑えることで弦に聴力がかかるためである。エレクトリックギターでは、各弦の長さ、 高さを容易に調整できるため、一般的にアコースティックギターよりは若干細かいチューニングが可能である。フレットの項目も参照。なお、聴力による音程の変化を逆手に取る演奏技術も存在する。詳しくは後述。ストラップを利用し、立位でアコースティックギターを演奏する男性。左利き用ギター。ギターを立てて構えるデュオ。 椅子に座っての演奏を。足を組む場合もある。通常は、利き腕の反対側の手でネックを持って、弦を押さえ、利き腕の手で弦を弾くことになるが、必ずしもその通りであるとは限らない。左利きであっても左利き用のギターを用意できない。ために、右利き持ちをしたり、利き手に関わらず通常とは逆の持ち方が、当人には自然であるという場合がある。弦を押さえる手は、 ネックの下側をくぐるようにして、親指をネックの裏側に当て、人差し指から小指までの4本の指で弦を押さえるのが基本姿勢となる。また、親指を表側に出して、ネックを握り込むようなスタイルも、主にブルースなどで用いられる。さらに、親指で第6弦を押さえるという技法もある。バレー、制覇というテクニック。コードは FM。 人差し指で複数の弦を保持。コードを演奏する際、基本的には、左手の指一本につき弦一本を押さえるが、この場合、六本の弦のうち、四本を押さえることしか、できない。必然的に押さえられていない、開放弦の音が混じることがあり、比較的独特な響きとなる。この左手のポジションを、オープンコード、もしくはローポジションという。 ローポジションでは表現しきれないコードを奏でるときなどは、左手の人差し指を寝かせて使い、1から6弦を一度に押さえてしまった上で、残りの3本の指で音を調整する。この人差し指の技術をバレー、もしくは、制覇と言い,い、これによって作られた左手のポジションを、ハイコードや、バレーコードなどという。正派は疲労する、開放弦とは、音質が異なる。 そもそも技術的に困難である、自由になる指が一本減るため演奏に制限が加わる、などの特徴があるため、カポタストというアクセサリーである程度は回避することができる。なお、アルペジオ奏法は言うに及ばず、ストローク奏法でも特定の弦を弾かない、もしくは鳴らさないことが可能であるため、以上の記述はあくまで一般論である。音が鳴ると困る弦については、 左手の耳の部分で軽く触れておくことによって発音をほぼ抑えることができる。この技法をミュートという。特に狙ってミュートを行わない時でも事故によって適切でない弦が演奏されることを防ぐため予防としてミュートしておくこともある。正派についても6弦同時に的確な正派が要求される状況がすべてではないし他の指についても1本の指で2本。 三本の弦を押さえることも手のサイズや関節の柔らかさにもよるがギターに習熟すれば可能である。右手の方はピックもしくは人差し指ですべての弦を一気にかき鳴らすストローク奏法、数本の指で分担してコードを奏でるアルペジオ奏法、エレクトリックギターなどではピックを用いたソロ演奏などがある。特にクラシックギターでは 伴奏と旋律を同時に奏でる独奏も多く見られる。詳しくは口述のリンク先を参照されたし、演奏における姿勢は椅子に座って、左足を踏み台に乗せ、足の位置を高くして、ボディ側面のくぼみを左足の太ももに乗せ、ギターを体全体で抱えるような姿勢で演奏をする。現在は踏み台は使わずに、 右足の太ももにギター側面のくぼみを乗せて演奏をする例も見かける。クラシックギター以外はストラップで肩から下げ立って演奏することも多い。ネック折りたたみ式のトラベルギター。ありがとうございます。